皆さんお元気ですか元池美太です妊娠中気になるいろいろな病気中でも高血圧などがあると言われていますどのようなことに注意が必要なのでしょうか先生に詳しく伺います今回は妊娠高血圧症候群です教えていただくのは鳥取大学医学部附属病院女性診療科原田隆助教です 原田先生は婦人科で主に周産期に関わる医療を行っています。あの、高血圧症候群という病気についてなんですけどあ<ー>ご存知ですか。あ、はい、してます、してます。私なってましたね。あのむくみ、血圧もちょっと高かったので、それはちょっと産むときに心配でしたね。うん、まあ年齢が若くはなかったので。 やっぱり子どもに対しての不安も多少ありました。と、はい、妊娠中毒症とか、名前は分かっていても、実際どういう病気なんだろうとか、感染症だったりとも心配になりました。原田先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今回は妊娠高血圧症候群について教えていただきます。先生、まず町の皆さんの声を聞いてどう感じられましたかそうですね、やはり、 想定されたようにです、ね、妊娠中の病気やはりつわり中毒症などというのはですねどの女性の方もですね経験されているしよくご存知だなというのは分かりました、はい、その妊娠中の病気というのは例えばどういったものがあるんでしょうか、はい、妊娠の初期であればやはり吐き気食欲低下が起こってつわりりがありますこれはまあ多くの女性が経験されていることだと思います。 あとは妊娠中期であれば、まあお腹が大きくなりますので、お腹がよく張って、切迫総ざと診断されることが多いと思います。妊娠後期は特にむくみがちょっとひどく出たりとかですね、血圧がちょっと高い傾向になることがあるかと思います。えー、妊娠高血圧症候群とは、えー、妊娠中にですね、高血圧そして蛋白尿を合併する病気だと言われています。 以前は妊娠中毒症というふうに言われてたんですが2005年にですね名前と定義が変更になりました、えー、大体20人に1人ぐらい5%ぐらいの女性に発症する病気というふうには言われていますそうなんですねそ,のそもそもこう妊娠中の方というのは高血圧になりやすいんでしょうか、はい、そうですね、えー、と普通の女性の場合ですね妊娠の初期から中期に向かってですね、うん 血圧は緩やかに低下する傾向にありますが妊娠後期にになるとそれが徐々に戻ってきます一方で妊娠中の女性の体の中では血液の量が大体いい40%ぐらい増えるというふうに考えられていますのでむくみが起こりやすくなったり血圧が上がりやすいという傾向には確かにあると思います。そああそうなんですねそのまあ 高血圧の状態ということになると思うんですけどもそれを知るにはどうしたらいいんでしょうか、はい、そうですね妊婦健診の時には必ず血圧の測定がありますので、えー、妊婦健診で高血圧になってないかどうかはチェックできると思います、はいまあ、妊婦健診だけでなくぜひあのご家庭でもですねあの血圧を測っていいいたただきたいなと思います原因というのは分かっているんでしょうか、はいはい、こちらですね 妊娠後血圧症候群の原因はです、ね、妊娠の初期ですねつまり、まあ、妊娠と診断されて赤ちゃんが大きくなる初期の段階で,です、ね、赤ちゃんと胎盤が作られる時に胎盤が正しく作られないたびに胎盤の機能不全が起こりますそれを引き金にして体の中で作られたさまざまな因子がですね全身の血管の内皮細胞を痛めることで 機能障害を引き起こし、その結果として高血圧と蛋白尿が生じると考えられています。まあ通常であれば血圧の正常値はここに示す通りです。まあ蛋白尿の量としても一日量としては150ミリグラムまでに収まるのが普通です。ただしこの病気の場合は収縮期血圧で140を超えた場合。 あるいは拡張期血圧が90を超えてくるとま軽症と診断されます収縮期血圧で160、拡張期血圧で110を超えてくると重症と判断されますタンパク尿は1日 300mg を超えてくるとま軽症1日 2g を超えてくると重症というふうに言われています そして、まあ、妊娠をするとこう妊娠前より少し血圧が、まあ、高くなる方もいらっしゃると思うんですがそう、まあ、高いからといってすぐこの妊娠高血圧症候群っていうわけではないそうですね ?140 を超えてきたらすぐにですねあの入院しないといけないとかそういうわけではないんですけれども、うんえー、血圧がちょっと高めであるということに関してはやっぱり注意はしないといけません。先ほども言ったように、えー 自宅でですね、血圧を測定するとかっていうののを続けていただくことが大事だと思います。妊娠高血圧症候群の定義として、高血圧にタンパク尿が合併するというのが、この病気の一つポイントになります。もともと高血圧が持っている人が妊娠する場合と、妊娠してから初めて高血圧とタンパク尿が出現するという、まあ二つのパターンが考えられますが。 特に後の方ですね、後者の場合でよりちょっと重症になる傾向があります。そで,す、ね、でその合併症としてはそのフリップですね次のフリップですけども、はい、妊娠高血圧症候群で特にその注意しないといけないのがさらに病気を続発するということになっています。えー、特に歯間発作、肺水腫 などはですねお母さんの命に関わるような重症な病気ですのでやはりここういった症状がが起るる前にですすすね適切な治療をする必要があります同時にですねお母さんは妊娠をされていますのでお腹の中にいる赤ちゃんはですね本当ならば満期10か月で生まれてほしいですし生まれる体重もきちっと2 5 0 0ム以上欲しいところですけれども。 えー、妊娠高血圧症候群があまりにも重症になることによって、えー、本当に1,000グラム未満の超低出生体重児などで帝王切開をする人もですねごくまれにやっぱり出現してしまいます、うん、こう自覚症状っていううのはあるんでしょうかそうですね、えー、妊婦健診で高血圧を指摘されるまで自覚症状がない方も多いと思います。ただ えー、頭痛であるとか、まあ、吐き気あるいはみぞおちの辺りの痛みあるいは目がチカチカするなどの目の症状も妊娠高血圧症症候群に特徴的な症状とは言われています妊娠すると体にちょっとした変化が起こりますのでそういったちょっとした体の変化と、まあ、大きく変わるところがないというのもですね、えー、少し、まあ、分かりにくいところにはなっています。はい ようなこう検査でこの妊娠高血圧症候群がわかるのか改めてちょっと教えていただけますかあとは先ほど蛋白尿のお話もしましたけれどもたんぱく尿は1日です、ね、おしっこをためていただいてその中の蛋白の量を測定しますので、まあ、入院した後にですねできる検査になってきます。 えー、お母さんだけでなく赤ちゃんにもやはりですね心配なことが起こりますので、えー、超音波の検査をするとか胎児心拍モニタリングといったですね赤ちゃんが元気であるということを証明することもですすね必要な検査だと思います妊娠高血圧症候群と診断された場合はどのような治療をするんでしょうか。はい まず軽症であればですねお薬を飲んでいただいて少し血圧が上がらないようにすることをしていただくことになりますあとはまあお仕事とかですね家事がですね大きな負担になっている方に関してはお家で安静にしていただくことも有効だと思いますただ重症の場合はですねやはりこれは入院していただいて治療をするというのが基本になると思います 入院した後にですね、まあ、適切な薬を選んでですね昔は妊娠中毒症と言われていたように妊娠が終了した後にはですね特に治療をしなくても速やかに症状が警戒するというのが考えられてたので。 妊娠が何らかの,その中毒をです、ね、起こしているという昔の先生は考えられて中毒症という名前だったんですが、えー、それとまあ同じ考え方で妊娠が終わって胎、えー、盤がです、ね、体の外に出たあとはです、ねえー、この症状は比較的速やかにです、ね、改善していいくことが多いです、ねはい、出産をするということになるそ、ね、ということですね。はい どのような人がなりやすいのか教えていただけますかわ、はい、かりました、えー、ハイリスク因子として考えられているものが、はい、いくつかあります、はいえー、まずですね、えー、母体の年齢が35歳以上の方というのはですねこのハイリスク因子には挙げられていますその他にも、えー、初産婦さんですね。あとは、えー、妊娠する前の体格が、まあ、いわゆるちょっと肥満の傾向のある方は ああ多くなる傾向にあります。えー、B.M.I. というですね数字で計算するんですが、ご自身の身長と体重で B.M.I. を計算するんですけれども、まあ二十二までであるところがちょっと二十五と超えてくるような方では特に注意が必要です。その他、まあ双胎妊娠ですね。双子の場合も多くなるとは言われています。妊娠前にですね、高血圧あるいは腎臓の病気 糖尿病などを合併さされている妊婦さんも注意が必ただまあ,あのこういった方が全てですねあの妊娠高血圧症候群になるわけではありませんが、えー、そうでない方に比べると少しだけちょっと多くなるということなので、まあ、妊婦健診では特にですね注意が必要だと思います。 ではこの生活面で予防できることというのはあるでしょうか。はい、そうですね。えっ、ー、と妊娠高血圧症候群をですね、まあ、完全に予防する方法というのは実はあのありません。ただしあの以前からですね、特にこの日本では食事療法ということはですね、あの導入されていました。一日の摂取カロリーはだいたい千八百から千九百カロリーぐらい。うん あとは一日の塩分の量としても10グラム以下というのはですね推奨されています妊娠したからといってですね、えー、と仕事や食事の内容を急激に変化させることはありませんので、えー、自分の体がしんどいなと感じることがなければですね仕事や運動はむしろやっていただいた方がいいこともあります、はい、先生本日はありがとうございましたはいありがとうございました 規則正しい食生活に心がけ、妊娠中少しでも体の不調を感じたら、早めに医療機関を受診してください。次回のテーマは、大腸がんについてです。教えていただく先生は、鳥取大学医学部附属病院、消化器内科、川口光一郎助教です。4月17日から放送、ぜひご覧ください。